皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりオウムちゃんです。幽霊のゆる子です。今回はハードオフ会双葉店に来てるよ。ここは山梨県甲斐市なんだぜ。山梨のハードオフ巡りの始まりだよ。それじゃあ早速店内に入るよ。入った途端にすごいものがお出迎えだよ。こいつはレトロな PC だぜ。これは PC88 だね。これが動作保証付きの中古で売られているよ。値段は49,500円もするね。なんとこっちは X68,000 があるぜ。貴重な X68,000 だよ。これは入手困難なんだよ。値段は55,000円もするね。フロッピードライブが1台壊れているからジャンクだぜ。ドライブが読み込まない個体も多いんだよね。これは PC8801FE だよ。値段は33,000円もするね。この PC88 のフロッピーは 2D のみ対応なんだぜ。動作確認環境があることがすごいよね。それじゃあ早速ジャンクコーナーを見ていくよ。ガラスケースにすごいものがあったよ。X68,000 のキーボードがあるぜ。値段は16,500円だね。キーが効かない時があるんだね。奥には PC98 のキーボードがあるよ。これも効かないキーがあるぜ。内部にホコリが溜まっているのかな？そんなこと誇らしげに言うことじゃないよ。こっちにはデータレコーダーがあるね。値段は1980円だぜ。残念ながらテープは回らないんだよ。下には無線機がたくさんあるよ。これは特定省電力トランシーバーだね。極微弱な電波で免許不要なんだぜ。 0.01W のパワーで通信をするんだよ。この市民ラジオは CB 無線だね。これは 0.5W のパワーが出せるよ。2台の市民ラジオがあるが周波数が異なるようだぜ。市民ラジオは8チャンネルあるんだよ。これは8チャンネル全てに対応しているね。もう1台はどうかな。こっちは2つのチャンネルに対応しているぜ。両方とも動作品だったら送受信の確認ができるね。片方は受信確認のみで片方は送信確認のみだよ。それじゃあ両方とも不動品かもしれないね。店員さんが使い方をわかってないだけかもしれないぜ。それじゃあジャンクパソコンを見ていくよ。ここにレトロなパソコンがあったよ。これは PC98 だね。値段はなんと10,000円もするぜ。これは PC9801RX だね。フロッピードライブの動作確認がしてあるね。AT 互換機はこっちにたくさんあるよ。この小さいやつは2200円だぜ。コア通常で2200円だね。リカバリしてあるんだね。隣のやつは3300円だよ。これは第一世代コア i3 だぜ。これは Windows 10が入っているね。USB にパソンがあるね。隣は1650円だね。これは珍しい AMD だぜ。これはバイオス確認のみなんだね。これは10,000円もするね。第3世代コア i3 だぜ。コア i3 で10,000円じゃ高いよね。 2TB のハードディスクに OS が入っているから高いんじゃない？これはなんと16,500円もするね。これは第一世代のコア i7 じゃないか。しかも人気のない LGA1366 だね。ラムが 6GB ってことはトリプルチャンネルなのかな。こんな古いものを16,500円で誰が買うのかな。知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃないのか。こっちは2750円だね。これはコア2クワッドだね。2750円ならお遊びにちょうどいいよね。隣のやつは880円だぜ。これはパソコンじゃなくて記憶装置だね。ハードディスクのケースかな。このケースはデル製だね。このケースは棚から大きくはみ出しているぜ。変わったものだから興味を持って引っ張ったんじゃないの。引っ張れば出るに決まっているよ。この向こうはみんなパソコンじゃないね。こいつはナスだぜ。ナスの煮浸しは美味しいよね。こっちにはノートパソコンがあるね。これは3300円だね。激重ですって書いてあるぜ。
ただ単にスペックが低いだけなんじゃない？ Windows XP ぐらいしか使い道がないね。これは1650円だね。これはラムが抜いてあるから起動しないぜ。ラムを入れても動作する保証はないね。壊れたから抜いたんじゃない？こっちは880円だよ。これも未チェックだぜ。壊れてますって言っているようなものだね。これは3300円だね。画面の隅が映らないんだね。低スペックだが OS が入っているから高いぜ。 Windows XP は貴重だもんね。 XP は無料でダウンロードできないもんね。これは1100円だね。 RAM が 512MB しかないぜ。これも Windows XP 全盛期の機種だね。ここのノートパソコンは全体的に低スペックのものが多いね。青箱に入っていそうなスペックだね。しかし Windows XP がインストールしてあるものも多いぜ。これは2970円だよ。これも Windows XP が入っているね。でもキーがほとんど効かないんだね。XP じゃないと使えないソフトだってあるんだぜ。外付けのキーボードでも使うのかな？上には一体型 PC があるね。これは2970円だね。画面が激しく乱れますだと？その割には OS が入っているよ。外部出力でも使ったんじゃない？こっちは4400円だね。モバイル用のコア通常に Windows 10だぜ。しかもハードディスクだから相当重たそうだね。これより向こうは液晶モニターだね。在庫型で値崩れしている液晶モニターだね。真四角のモニターはほぼ3桁の値段だぜ。企業では事務処理用途で普通に使っているね。そのうち2桁になるんじゃない？ここに何やら面白いものがあるよ。値段は1980円だぜ。学習パソコン。かなり古いものだね。ロムカートリッジがついているね。こっちにはワープロがあるぜ。ブラウン管のワープロだね。値段は5500円だね。文書作成はできるんだね。しかし印刷ができないと意味がないぜ。消耗品の入手が難しそうだね。こっちにはタイプライターがあるね。最近ハードオフでよく見かけるタイプライターだね。昔はぶっつけ本番だったんだぜ。こっちにはプリンターがあるね。ここにレトロなプリンターがあるよ。ドットインパクトプリンターだね。値段は880円だぜ。さすがに消耗品がないんだね。状態の良いジャンクプリンターはないかな？いいものはすぐに売れちゃうよね。そしてエラーの出るものばかりが売れ残る。エラーが出ちゃどうにもならないもんね。これはモノクロ印刷ならできるね。カラーが出ないんだね。粗悪な互換インクでも使っていたんじゃないのか？上にはモニターがあるね。今では珍しいブラウン管だね。値段は550円だね。買ったら最後処分に困るのもブラウン管だぜ。ハードオフでも引き取りすらしてくれないお店だってあるよ。これはモニター一体型パソコンだね。レトロなアップルの割には安いね。売れないからじゃないのか？こっちにはワープロがたくさんあるよ。これは550円だね。文字打てて印刷できず。消耗品がないからじゃないのか？ワープロが逆立ちしているね。これはオアシスだね。90年代は CM でもよくやっていたオアシスだよ。これは印刷ができるようだぜ。インクリボンが残っていたのかな？それともこれは感熱器かな？これなんて330円だよ。文字が打てるぜ。不具合はあるけどこれで330円なら安く売っている方だよ。レトロ商品として高く売るお店もあるもんね。こっちには映写機があるね。これは550円だぜ。8ミリフィルムがあれば動作確認できるね。当時はすごく高かったんだよ。プロジェクターだってすごく高かったよね。こっちには編集機があるぜ。値段は110円だね。今は編集ソフトで編集できるね。昔はフィルムを切って繋いでいたのかな？アナログな時代だったんだぜ。これは550円だね。みんな通電すらしないよ。一体いつのやつなのかな？高度経済成長期のものじゃないのか？
当時の一般庶民にはとても手の出るものじゃないね。これは箱付きだね。箱付きで値段は110円だね。なんと未開封だぜ。これが110円なら安いんじゃない？スピーカーならお得くらいは出そうだね。こっちには中身のないスピーカーがあるね。木目調でレトロ感が出ているぜ。これでも値段は5500円もするね。これはマニアじゃないと扱えないね。中身を入れればいい音が出そうだね。こっちにはテレビがあるぜ。ポータブルテレビがたくさんあるね。昭和レトロなテレビだね。ヤフオクやメルカリでも安価でたくさん出品されているよ。チャンネルを回すタイプだぜ。これは2970円だね。砂嵐の確認ができているね。これは1320円だね。残念だが電源がないから動作未確認だぜ。これは専用の AC アダプターが必要なんだね。これでファミコンならできるよね。レトロな気分が味わえるね。これなんて550円だよ。これは映像が映らないぜ。これは1650円だね。テレビを見ることができるのかな？ハイハチって何かな？上のやつのことじゃないのか？これはまるでテープレコーダーだね。ポータブルテレビはパソコンでいうノートパソコンだね。外出先でも気軽に見ることができるね。電源さえあれば富士山の山頂でも見ることができそうだぜ。これは5500円もするね。高い割には壊れているね。トランジスターテレビなんてロマンがあるね。今度は青箱を見ていくぜ。ここに変わったものがあるよ。足で踏むペダルの夜だね。値札がついてないと110円なんだよ。何やらチェーンがついているぜ。これは楽器なのかな？楽器って書いてあるね。こっちはチューナーだね。これも値札がなければ110円だぜ。値札を貼る手間が省けて合理的だね。これは値札がついているよ。これは330円もするね。こっちにはカメラがたくさんあるぜ。こんな古いものを買っていく人がいるのかな？買うとしたらマニアくらいだよね。すごい誇りが溜まっているね。そんなこと誇らしげに言うことじゃないぜ。今でもテープを使っている人はいるのかな？ガムテープやセロファンテープなら今でも使われているね。神田装備では養生テープに値段が書いてあるよ。ビデオテープは錆びれてしまったがテープそのものは今でも現役だぜ。物を梱包するにもテープを使うもんね。テープはいつの時代も永久不滅だね。こっちには充電器があるよ。充電器だけが残ることはよくあるぜ。結局適合しないからここに捨てられるね。こっちには PC パーツがあるね。これも値札がないやつは110円だよ。値札がついてないやつの方が多いぜ。これは値札がついているよ。これはオーディオジャックだね。反対側は何かな？ RS232C のようにも見えるぜ。これは IDE かな？ IDE にしては太いんじゃない？もしかしたらスカジーかな？ IDE ケーブルと比べてみればわかるぜ。隣に正真正銘の IDE があったよ。やっぱりさっきのやつとは違うよね。それじゃあ比べてみるよ。これは明らかに太さが違うぜ。やっぱりこの黒いやつはスカジーだね。スカジーケーブルは貴重だよね。それじゃあ長くなったから今回はここまでだよ。買い双葉店はレトロなものがたくさんあるぜ。中古品もレトロなものがたくさんあるんだよ。レトロなものが保証付きで売られているよ。それじゃあ次回もまた見てね。ご視聴ありがとうございました。